J-6-2 は F-2 用に三菱電機が開発した赤外線前方を監視装置である。F-2 の元に搭載された J-6-2 の試作品センサー部を展開した状態。J-6-2 は F-2 にポッド形態で搭載する夜間、広報用システムで夜間や悪天候時の広報機能、空対空及び空対地目標の識別。 追尾機能のほか、地上の移動目標を追随する機能を有する。しかし、ターゲティングポットの機能は持っていないと思われる。また、ターレット部分は回転式であり、使用時にはターレットが一回転し、センサーを露出させる仕様となっている。なお、試作品と量産品で窓の形状が変化しており、試作型のターレットのセンサー用の窓が2、分割しているのに対し、 量産型では一枚の大きな窓となっているが、センサーが一つになったのか、それとも二つのセンサーを一つの窓で覆っているのかは、不明。j マイナス2は、湾岸戦争の戦訓より、夜間抵抗度広報能力及び精密、爆撃能力向上の必要性が認識された、ことから開発が行われた。開発にあたって、 以下の使用の要求が行われた開発は1996年から始められ、2004年には実用試験が終了した。2005年度以降に発注された F-218 機には元から本機の搭載能力が付加されており、2007年度から部隊配備が行われている。より理由として世界のメ機キシリーズ F-2 イカロス出版。 ISBN 48億220万8634補足であるが、要求仕様から推定して、ターレット部分の2分割された窓のうち一つは、フリーア用、もう一つは、 レーザースポットトラッカーの照射用と考えられる http://blog-imgs-36-origin.fc2.com スラッシュ u スラッシュ m スラッシュ e スラッシュ u m e b o sh i これ1スラッシュブログインポート 5110e 57bit 6e88 j p e g h a t h t t p b l o g i m g s 4 4 f c 2 c o m h o t h o t s c r a m b l e ュ i m g 3 3 9 1 9 j p g ありがとうございます。